八甲一遊の大だらぼっち。大だらぼっち。大だらぼっち来たね。来ました。はい。おはようございます。おはようございます。アンです。ポンタです。ポンちゃん。はいはい。今日はね。はい。あだたらさん。あだたらさん。百霊さんなんですけど。まあみんな知ってますよね。百名山、百名山のあだたらさん。はい。沼尻口。沼尻。この沼尻口はね、とてもね、こう、ダイナミックな、あの、爆裂噴火口っていうね。はい。で、直径が 1.2 キロの 2.2 キロぐらいある。1.2 キロの 2.2 キロ。そう。でっかいのね。大きい。うん。まあぐるっと回るんですけど、今日はね、周回コースなんで。ぜひそれをご紹介したいと。思います。山内です。スタートします。登山。オッケー。はい。じゃあ、ポンちゃん、登山口入りますね。はーい。あだたらまで 7.3 キロ。はぁ、7.3 キロや。そう。ね。長いね。結構長いんですよ。ここに、ポンちゃん、杖がありますよ。あ、ほんとだ。はい。ご自由にお使いください。はい。田村屋旅館さんのね、心意気ですね。すごい。ね、竹で作ってある。竹で作ってある、うん。すごいよ。すごいですね。はい。ご安全に。はい。いきます、ご安全に。そうじゃ、杖持ってきた、自分の。今日の。杖。うん。スコットですね。スコット。はい。軽いよ。軽いね。曲がらんけど。曲がらんけど。それなの。アズマレストがね。ほら、ずーっと。あ、ポンちゃん、真ん前にね、白糸の滝、うん、見えるね。上から落ちてるね。ね。綺麗だね。うん、綺麗。あれ、温泉なんですよ。温泉なのね。温泉なの。すごいね。あったかいね。温泉。沼尻元湯って言うんですけどね。うん、はい。後でね、ご紹介しますよ。天然温泉。天然温泉。しかもね、一箇所での湧き出し量がね、日本一だそうです、ポンちゃん。ね、玉川温泉って秋田にあるじゃないですか、うん。あそこが日本一って言われてるそうですけど、はい、実際測ったら、こっちのが多かったと。そういう話です。はい。一箇所での湧き出し量が日本一。しかも、硫黄の酸性泉なんですよ。目が痛そう。目痛いよ。顔洗ったらあかんで。日差しがね、ポンちゃん。はい。木の小枝の間から刺してね。綺麗ですね。幻想的です。うん。見てください。はい。幻想の中。ポンちゃん、だいぶ紅葉も進んできました。あ、本当だ。あそこのほら、船明神、偽船明神手前、はい、手前山。そう。船明神手前山ですね。手前山。これをね、登って。これが。はい。ゴール手前かと思いきや。そうするとね、船明神見えますから。はい。はい、これ登ると船明神ね。次はね。登って降りたら船明神。そんな感じです。最初に私が残雪の時来た時、ここの山どっから登るのとかって、ここで一旦まず迷った。迷うよね。うん。だってこの急角度がさ、うん、雪だよ。どうやって登って降りたら、どこに行けんの？は？っていう感じです。うん、そういう感じだった。頼める。なぜ？冬はこういう道がないからね。うん、どこが道です。しかもあの時は GPS も何もないしね。そうだった。うん。今ヤマップさんのおかげで。ヤマップはね、本当に登山者の恩人だね。うん、恩人だ。うん。ポチャここにね、分岐が。分岐あるよ。そう、こっち行く、下降りるとね、うん、あの温泉のところに降りて、まあ帰り、そっちからぐるーっと回って降りてくるんですけど。はい。こっち行くと船明神。ここをぐるーっと回るってこと？回ってくる。はい。あれはね、あの、祭祀小屋、あの、あ湯の花祭祀小屋、人がいるでほら、こんちゃん。誰か。人が今入ってったよ。あ、入ってった？うん。ここ湯の花祭祀場。ちょっと白いね、ほらもう。うん。水っていうか、お湯。ほら、あそこにほら、桶みたいな長くなってるでしょ。あ、人歩いてる。あそこでほら、人いるでしょ。うん、ほらほら。はい、そういうことです。あはい、楽しみだね、あんちゃん。これ降りてくるから、うん。で、最後、風呂入って、ちょっとチャポッとなって、上、黄色い上の。うん。届かない。
じゃあそっちや。ここはちょっと難所。若干難所。よいしょ、登れた。はい。だいぶ登ってね、少し開けましたので。開けましたね。一番前に見えるのはね、あの、吾妻連峰。吾妻連峰。はい。綺麗に。あの、ね、つるんとしてる。はい。吾妻小富士から、一切行山、うん。そしてあの、グランデコの西吾妻山、ね。西大天まで綺麗に見えます。今日は紅葉が少し進んでます。紅葉綺麗ね。はい、下はすごい岩雪崩の跡。岩すごい爆発でね、雪崩だーってきた。その後この上に行くとね、あの沼の平の火口が見えます。あとその一歩手前ね、あ、木が横たわってるね。ポンタよいしょ。でもちゃんとこの松さんは生きてるね、ポンちゃん。すごい。すごいね。うん、すごい。松を。ね。これは、七転び八起きのマタギの松や。ポンちゃん。はい。この辺の松はね、みんな横になってる。ほら、この木もそう。横になっとって、これ相当雪が深くてね。雪で。まあ、雪崩も多いところなんでしょうね。雪で押しつぶされて。うん。それで押しつぶされてね。横向きになってるんだけど、ちゃんとまた上へ向かって生えてるね。そういう松がね、いっぱい。松以外の木もそうね。うん、ここは、なあ。七転び八起坂と呼ぼうか、あんちゃん。七転び八起坂。ええー、な、ポンちゃん。なあ。七転び八起坂や。このね、松や木の、はい、横たわってる松や木のな、これに勇気もらうで、ポンちゃん。この松もね、すごい曲がり方してますよ。ね。雪が重いだけじゃなく、風も強いですからね。うん、そう。あだたらはね、風のあだたらと言われるほどね、強風地帯や。強風地帯なんですよ。でも今日はないね。今日は。多分。今日はいいね、今日は良さそうだよ、ポンちゃん。ここから噴火口丸見え。ね。あそこが真っ平らになってるのがすごいね。泥がずーっと堆積してるんでしょうね。うん、で、下がほら、見て。崖ですよ、ポンちゃん。崖だね。崖っぷち。崖っぷちあんちゃん。はい。こっちも、崖っぷち。ほーら。でも下がほら、ちょっとね、紅葉しててね、すごい綺麗だよ。綺麗ですね。うん。紅葉の始まりやね、ポンちゃん。なんかほら、あの、なんとかの遺跡みたい。そう。あそこね、鉄山もそうなんですけど、あの黒いね、溶岩のあの塊みたいな。うん。太古の古い時代の噴火でできた溶岩の塊みたいな。すごい。あれがあそこにね、壁みたいになってて、たまにね、ロックラやってる人いますよ。ここでですか？あの壁ロックラ、最初来た時もしてる人いたでしょ。そうでしたね。うん、かね。そうでしたかね。そうでしたよ。そうでしたか。あの石がゴロゴロあそこなだれて落ちてるってことは、そうそう、今も剥がれて落ちてるんですね。そういうことですね、ポンちゃん。うわお、ね。これはすごい景色で。ほら、これがね、爆裂噴火口ですよ。この景色はすごいよね、ポンちゃん。これはすごい、あんちゃん。はい。それでね、あそこにね、墓地が見えるでしょ。あれ、大だら墓地。どこ？うん、あの大だら墓地。あれ？うん、大だら墓地。そう。はい。1700メートル。大だら墓地。はい。あだたらの墓地ね。あだたら墓地。そう、あだたら墓地。で、あの左側にあるのが鉄山。ね。あれが鉄山の避難小屋。で、その向こうに見えるまん丸いのが箕輪山ね。で、なんせここはね。山、箕輪山。本山が1700メートルで、箕輪が28メートル高いという、うん。はい。ちょっとね、大体が、普通は本山が一番高いのに、箕輪山の方が高いです。はい。すごいですよ、ほら。この景色は、かなりいけるんじゃないこれ。いやー、すごい。ねえ、ポンちゃん。ねえ。岩がね、ガランゴロンガランゴロンって今でも落ちてるって感じだよ。ねえ。ねえ。これ紅葉したら綺麗だろうね。ここの紅葉は綺麗でしょうね。
で、あそこが沼の平の噴火口。噴火口がこんなほら。ねえ。よっぽどの噴火だったって感じがするよね、これね。ドッカンバリバリドッパーンでしょ。ドッカンバリバリドッパーンだね。うん。あそこにさ、なんか白いの、こっちとあっちと立ってる、あれなんかガスの検知器かなんかかな。あ、そうかもしれませんね、うん、ポンちゃん。ここガス出るからね、うん、要注意で。硫化水素ね。ね。あの、コロッといってしまいますから。コロッといっちゃうやつ。そう。匂いは、あの、硫黄の匂いなんですよ。はい。この、爆裂噴火口をね、ずっと見ながら歩いていく、この、ルートね。ここはね、本当おすすめなんですよ。こんなな、景色はあんまりないな、ポンちゃん。この噴火口はね、見応えあるよ。アントポッタがお送りしております。イエス。